皆さんこんにちは。ジュラシカ・ダ・ライブ、今日は限定 DNA トーナメントということで、今回はですね、エピック、レジェンド、ユニーク限定ということでですね、推奨生物レベルというか26とかですね、あとブーストとかね、特にないというふうになってます。で、まあ基本的にはほとんどですね、今ですね、バトル戦っているメインメンバーが集まった感じになってるんですけど、まあ唯一違うのがエルリオミナスだけが、これがノンブーストになってますね。まあ日頃はここのとこで、モータムを出してるんだけど、モータム今回出せないので、まあね、ドラコを出すという手もあるんですけどね。まあ、交代だけで取っていく手もあるんだけど、まあ、129ぐらいだったら、先手取れない可能性があるんだけど、まあ、それでもね、まあまあ、早い方だから、これで行くっていうのがいいのかなということで、今回はこんな感じにしてました。他ね、あんまりもうないんですよね、いいのがね。ということで、はい、これでね、バトルをしていきたいと思うんですが、行ってみましょうか。さあ、このアカウントの方は、いきますかね。まあ、とにかく10体倒すというですね、まあ、最低目標で、緩くやっていきたいと思っています。まあね、とにかく勝たなくてもいいので、10体倒すということで、1体1体を大事にですね、倒していきたいなと思っているんですけど、さあ、行ってみましょうか。はい、これは、トリオからでしょうかね。はい、エースから出動になります。お、なるほど。さあ、これ先手取れましたが、どうしようかな。1ターンじゃ倒せないので、ここは怒涛かましておきましょう。おそらくね、牽制打ってくるんじゃないかと思うんで、これ打ってくると思うんですが、なんとか耐えてですね、ここで、倒しておきましょうと。ここまでできれば、次のターンも先手取れる確率は高いと思うので、あ、フォルサーラ来ますか。フォルサーラ来ると向こうが先手打ってくると思うので、厄介なので変えてきますね。向こうがね、いきなり打ってきますから、ここは回避打っといた方がいいんじゃないかなと思いますね。ここでまず回避を打っておいて、さあ、飛んでくると思うんで、さあ、これで継続ダメージの洗浄ね。これで、このぐらい耐えてれば OK じゃないでしょうかね。さあ、ここで、毒毒のトゲを打って、これでスタンがかからないので、継続ダメージを、洗浄してきますね。ここで1ターンね、回避かかって耐えておけば、そんなに怖くはないんじゃないんでしょうかね。これで2つ取れましたね。いい感じです。さあ、こうなってくると、次のターンでかなり有利な展開になりそうですが、スピード上げてもいいですね。あ、ステゴディアスが出てきたね。ここは、もう打っていきましょう。もうとにかくここは削るだけ削っておきましょう。スピード落とせないんで、速度耐性持ってますから、ここで、打っておけば、OK ですね。シールド貼っても無駄だからね。シールド破れるからね。全く意味ないんですけどね。さあ、これで向こうが倒せるのか？なんとか耐えれれば。ここで打っていき、あ、交代だけ使う。あ、でもここで、このトゲトゲ打てたの大きいな。このトゲトゲ打てて、しかもスタンかかると大きいですね。さあ、これで、向こうがどうするかな。先制打ってくるかな。あ、スタンかかってるか。これだとどうしようもないね。いやー、強いね。いや、本当にこいつは強い。ということで、勝つことできましたね。まあまあ、これはだいぶ格下に当たったんじゃないかなと思いますから、まあね、勝てて当たり前だと思いますけど、ね、24とかでしたからね。さあ、またやっていきましょう。あれ。続いて。2戦目に行ってみたいと思います。さあ、そんなにね、世の中甘くないと思いますから、だんだんね、強いのも当たってくると思いますけど、さあ、またやっていきましょうか。さて、今度は、組み合わせで何が出るかを見ていきたいと思いますが、
おお、これは、はい。マキシマからいきましょうかね。マキシマから流していきましょう。継続ダメージのが出てくるのだけが嫌です。あ、いいですね。さあ、これはおそらく牽制打ってくるかな。どっち打ってくるかな。はい。牽制打ってくるかの、あ、そっちから来ますか。そっちから来てくれると助かります。はい、これで1回で倒せちゃいますかね。はい、OK ですね。さあ、ここで倒しておくと、次1ターンで倒せないとね、2倍が打てちゃうので、かなり有利になると思うんですが、あ、エリコスピークス来ますか。さあ、ここは、はい。とにかく、牽制ですね。はい、牽制を打っていけば、はい、スピードをとにかく落としていきます。これされるのが一番嫌です。こいつはね。さあ、ここで即時妨害を打ってくる可能性もあるんですけど、ここはもう一回。あ、いいですね。インドラプトル。これもスピード落としていくと、何もできなくなりますからね。これ打たれると一番困る。さあ、ここでもう一回回避を打ってくる可能性があるんだけど、あ、打ってこない。はい、これで2つ取っていけばいいでしょう。さあ、ここでエリコスフィックスがもう一回出てくるんじゃないかと思うんですけど、あ、フォルサウラ来ますか。なるほどね。はい、フォルサウラが来まして、おそらく先手打ってくると思うので、はい、ここは、はい、トリコを出しましょうか。はい、トリコのカウンターでとにかく削っておきましょう。はい、このカウンターで削っておけば、次のターンで、はい、何打ってきても、はい、こっち側回避を回避していけますから、はい、ね、これ打たれるとどうしようもないよね。はい、ということで、これは楽勝ですね。はい、まあまあ、これもちょっとかなり格下ですね。方でしたので、勝たせていただきましたということで、はい、ありがとうございますということで、はい、2勝できましたね。さあ、では、はい、またやっていきたいと思いますが、これ次に行かないんだね。はい、やっていきたいと思います。ああ、またこれバグってるやつだな。はい、また元に戻ってますけど、これ再起動しないと治らないんだよな。まあ、ちょっと4回今ね、一応3-3で倒したから6体を倒したことになってるので、はい、もうちょっとやっていきますね。10体倒した段階で再起動すれば治ると思うんですけど、さて、これは、はい、マキシマからでしょう。さあ、マキシマから流していきますが、継続ダメージものが来るのが一番嫌です。あ、いいですね。さあ、これに対しては、はい、とにかくスピードを落としていきます。回避は打ってこないと思うんですけど、そうですね、はい、ここでとにかくスピードを落としていかれるのが一番嫌です。インドラプトルは嫌ですね。しかもクリティカル出ると嫌ですね。はい、かわいそうに。さあ、こうなると向こうは嫌ですね。6900も体力残っていて、はい、何出してきますかね。さあ、困ったね。さあ、どうしますか。さあ、何出してきますか。もう一回インドラプトル来る。はい、これも同じですね。はい、スピード落としてきます。はい、牽制打ってくるのに対して、はい、ここでスピード落とされるとどうしようもないですね。洗浄されるとどうしようもない。しかも半分削られて、半分以上削られて、こうなったらもうね、回避打ってもどうしようもないんでね、もう諦めましたかね。回避を打ってくないと、回避は打つだけ打ってみないといけないけど、はい、打たないね、もう諦めましたかね。さあ、これで2つ取っちゃうと、もうね、次も1回で倒せないとですね、またスピード落とされちゃうので、さあ、何出してきますかね。はい、3つ目、さあ、何出してきますか。もう向こう嫌になってますよね。あ、ソロドロ来ます。さあ、ソロドロ先手取れねえの？遅い。107かよ。107かよ。はい。はい、しかも交代打撃も使ってこないとなると、もうどうしようもないですね。はい。いやー、かわいそうだな。また格下ですね。当たってしまいましたね。かわいそうに。
はい、勝つことできましたということで、これで一応9体倒しているはずなので、はい、ちょっとバグってますけどね。はい、ここでトントントンってくるのかな、なんか若干ずれてきてるので、はい、来ないですね。ここに行くとね、なぜかトントントンってくるんですけど、はい、またリセットされてるので、まあでもこれ9体のはずなので、あと1回ちょっとやって再起動するので1回録画止めますけど、まあ3連勝しましたよということで、はい、あと1回やってね、10体倒したいと思うんですが、さあやっていきましょう。さあ今度は組み合わせ何出ますか、ドン。うん、これもやっぱマキシマからでしょう。はい、マキシマ出していきます。さあ、おっと、マンモラニア来たか。マンモラニアってこれあれでしたっけ、移動耐性持ってんでしたっけ。持ってますね。でいきなりうなりを上げてくる可能性もあるんだけど、もうこれとにかく削るしかないですね。向こうはスピード落とせないけど、こっちの方が速いので、とにかく削って、次のですね、はい、アーマー貫通打っていくしかないでしょうね。はい、こう1ターン耐えておけば、はい、ここはとにかくもう削っていくしかないでしょう。はい、さあ7700残して1体倒しておくと、はい、次が厄介です。あ、また硬いの出してきたな。また硬いの出してきました。これはやっぱり移動耐性あるんだっけ。 50% あるんだね。はい、ここいきなり飛んでくるのかな。いきなり飛んでくる可能性があるので、はい、ここ、はい、無敵化貼っときましょうか。おっと、そうきたか。なるほどね、考えてますね。さあこれで、あれ、もう一回貼ってくるの。不思議なことをしてきますね。ずっとシールド貼ってくる気。でもここで次のターンで2倍が復活しちゃうので、しかもスピード落ちちゃったらさすがに1倍じゃ無理だけど、これどうしようもないから今のは失敗だと思うけどな。うん、ねえ、これ6850残してですね、はい、インドミナスレックス出てきましたが、まあここは普通にクローク対策していけば余裕だと思いますけどね。さすがに諦めたかな。はい、普通にクローク対策していきます。はい、ということでですね、勝つことできました。でこれでおそらく10体倒してるはずなので、はい、ここまでということになりますね。また時間あったらやっていきたいと思いますが、一応ここまでということで、はい、10体倒したはずなんですけど、これだと倒してないんですけどね。はい、ということでここまでになります。ありがとうございました。ではまた明日。